さん何年ぶりのイルカ池ですか。何年ぶりっていうかイベントで来ただけだからね。何年前だろう。何年前だっけな、覚えてねえよ。ゲイリーのイベントで来た以来。釣りはされたことあるんですか。はい。ただ手漕ぎボートだったから。しかもそんなに何時間もやった感じじゃなかった。もう釣れてないし。釣ったことないよ。あれも入ってる。むしろコバさんから始まるんですよ。え、そうですね、マジっすか。そう、むしろコバさんがこう挨拶。おはようございますから始まる。僕の挨拶から始まる。今全然何も考えなかったですけど。状況とかって。あ、そうですね、まあ、結構あのアフターからアフター回復になってる状態で、まあ、雨もあるんで結構水が上がったり下がったりしてる状態なんですけど、今取水塔で農業用水で落としてるんで、徐々に水は上がりながらも徐々に減ってってるっていう感じですね。あとは結構まあ、情報としてはなんかそのワカサギについてやっぱ回遊してるやつもいれば、意外と岸際でエビとか送ってるやつとかもいるそうなんで、うん、そういうやつらをまあどうやって釣っていくかっていう楽しみですね。そうそうですね、はい。朝からありがとうございます。いや全然、ありがとうございます。クワガタじゃねえあれ。違う？クワガタっぽいよね。クワガタだ。お、ミヤマだ。やった。あ、でも歯が微妙か。ミヤマ。ユウダいるかな。あんま興味ねえかな最近。あ、でも歯がちょっとなんかこいつ不格好。あ、あれボイルっぽくね。フナか。うわ、ほら、あ、バレた。やっぱそうだ、ああいう食い方してるんだ。なるほどね。今トルキーの3パチか。とりあえずこれしかリグってないからこれ投げたけど、バスで今ミヤマが動き出した。お前ちょっとお持ち帰りだわ。雄大がいらないっつったら逃がしてあげるから。ここバスっぽいな。バスっぽいけど止まってんだよな。なんかでも泡がすごい残ってるね。釣り目な群れを見つけないときついかもな。
taste on my tongue. It's the tang in my mouth. Double down on the course. Little room for the doubt. It's the body and the blood. It's the blood and the wine. Who wants a righteous view? Look deep and spit the truth. What have we become? うわ、全然違う。あ、あれもパスだな。ボイルし始めた。あ、あれバスでしょ。こっちにいたやつが向こうまで行ってんのかな、あれ。なんかそうっぽいな。うまいことバコーン入んないと食わないのかね。あ、来てる、でけえ。ゴージャップだ。やる気なさそうな感じで送る。デカギルーが投げてる。これ全部バスなんだな、多分。あ、もうこの時点で逃げてる。かなり群れの中通してないよね。ん？群れは少ないね。どっちかって、なんか単発ばっか。今いたけど。いや、全然もう今離れちゃってる。全然だね。特に今なんか全然。さっきの朝はまだなんか少しあれだったけどな。ファーストフォールで食わなきゃ食わなそうだな、もうもはや。ボイルしてんね。
っしゃく。あ、いじない。でけえ。マジか。ご旅行。いきなり着き始めた。よいしょ、取った。イルカバス、初イルカ行けます。てな、いや、ボイルしてて、でもボイルは終わっちゃってたんだけど、そのボイルしたとこにビローラーのノーマルっていうか普通のビローラーを合図でずっと押して、でも食ったのとか全然見えないんですけど、竿にガーンって押して、結構滑っていい。なんかね、もうさっきから朝、まあトルキーでもボイルしてたのに一回打ってバーンって来て、それ外れちゃったんだけど、多分もうその時点でもあんだけボイルしてて食ってきて外れちゃうから、多分もう相当セレクティブなんだなっていうのはそこで分かったんだけど、もうさっきから魚探で見て映して、まあダウンショットとかいろいろやったんだけど、もうたまに追うやついるけど、まあほとんど追わない。でも逃げていく一方だから、まあ、さっきボイルしたんだけど、それももうダウンショット投げないで、この普通のビローラの、オフセットの IG で飛距離出すのに、これ今03の P でリーダーを、4ポンド入れてます。これで本当もう水面ギラついちゃってるから見えないんだけど、投げてこう普通にもうゆっくり巻くだけ。でも竿で当たり取る感じ。よっしゃ、 UEP フィッシュ。名前決まってない。
たっぷりか。いやー、ユーティーフィッシュ。微妙に水中で今モワってなったから、ちょうどいいとこ入った。置いといた。さっきもね、一回来たから、もしかしたらこれの方がいいかもね。飛ぶし。ユイピールアー落ち。完全に背びれ出し食ってたな。いやボイルしないと難しいね本当に。これやる気がないっつうか見切ってるよね完全に。ルアーダメだこりゃ。なんか沖に出るとあんまいねえな。コバさん、こいつらどうやって釣るんすか。もうなんかもう網みたいなの食ってますね。うん。そんなことできない。あ、置いとく。水面ってこと？あ、すごいっすね。お、待って待って。置いとく。こういうやり方じゃ食わないのかね。じゃあ、あ、めっちゃ映ってる。沈めて食うんだったらいいけどな、それでな。うん、お、これバスっぽいな。全然動かないんだけど。バスじゃねえの。
ですか君は。イルカ駅のバスの動きがよくわかんねえな。何やってんのこいつ。なんかエビかなんか狙ってんのかねこれ。羽刺したら今口開けたもんな。なんかエビ狙ってるっぽいね。絶対エビ狙ってるわ。変な動きでな。これ稚魚だよね。それすんげえいるよね。なんか足の子のバス見て。エビだな。完全にいる。トルキー跳ねさせたり。行くな、おい。もうコロンコロンじゃん。よいしょ。あー、すごい。なんだこれ。もっとちっちゃいかと思ったんだけど、でかかった。危ねえ。トルキーね、サンパチのスモーク、多分エビ食ってるやつだと思う。なんかボトムにつけてパコンパコンって跳ねさせると反応したから35ぐらいかと思ってたんだけど、でかかった。はい、お疲れ様でした。今日、イルカ駅2回目なんですけど、来たのは、前回来た時はイベントで来て、釣りも手漕ぎボートでちょっとやったぐらいだったんで、本格的にやったのはもう今日が初めてでした。で、今回イルカ亭さんにお世話になりました。で、そうですね、かなり魚の状況としては結構特殊で、多分この湖自体は結構その
まあ、沖のワカサギだったりっていうのを結構追ってて、まあ、今日も浅いとこっていうよりはもう沖でもうかなり離れたところでボイルしてたりっていう、まあ、それをいかにこう釣るかっていう展開だったんですけど、ちょっとあこんな感じなんだっていう、もうすごいちっちゃいマイクロベイト捕食してたりして、ちょっとなかなか手こずったりはしたんですけど、まあ、でもやっぱり出ればかなりいいバスが釣れるので、ちょっとまあだいぶ状況もこんなタイプの湖なんだなっていうのが分かったんで、またぜひね、あのタックル揃えてちょっとやりに行きたいなと思います。まあローボートでね、レンタルセットで手軽に出れて、であんだけいいバスが釣れますんで、まあ、ぜひ多分リアル K1 が基本的に強いフィールドだと思うんで、ビローラシリーズとか、まあ、その辺ちょっと用意してもらって、ぜひ皆さんイルカ池遊びに来てください。僕はアメリカに帰りますお疲れ様でした。さすがに水に返すのは行かないです持って帰ろうかと思って、いや怒ってます。見えます。Yeah.